さあということで、今週の一冊です。はい、今週の一冊、はい、今回はですねこちらです。村上春樹さんのもうこれ7年か8年前の短編集ね。まあこれをなぜ出てきたかといえば、当然ここに今の、ね、黄色いサーブがありますね、はい、これが今、ドライブマイカーというあの映画になって、はい、見ましたよ。イギリスのアカデミー賞を取ったと、うんうん、で今あのアメリカの本当のアカデミー賞の候補10作の中にも入っているという、うん、まあなかなかね、本ちゃんのアメリカのアカデミー賞は厳しいかもしれないですけど、うん、よくこの短編をドライブマイカーっていうね、うん、最初に入ってるやつで、まあ面白いんですけど、うん、それをよく映画にしたな、しかも3時間にっていう、うん、起伏がほとんどないお話なの。そう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 。なので、これを映画にしようと思って、へーでちゃんとうまくできたっていうのは、やっぱり脚本演出もやっているその監督の力がかなりあるんだろうなというふうに思ったんだよね。え、二人見ました映画。いや、見てないんだよ。見ました。っていうかね、面白かった。あ、そう。いや、本当に、まあね、これ別に忖度する必要ないんだろうですけど、うん、僕も本編好きだし、村上春樹好きだから、いや、これ3時間はないだろうと思ったんですけど、うん、まあ本当にそのネタバレになっちゃうから言わないですけど、見事でしたよ。面白かった。さすがアメリカのね、本ちゃん厳しいと思いますけど、面白かった。そう。その監督、うん、素晴らしいなと思いました。ああ、それは楽しみ、じゃあ見てみよう。そう。結構だからそんな感じでみんな見たら評判いい人多いですよ。僕はじゃあ、アマプラに落ちたら見るわ。映画館で。まあまあいいと思います。映画館。まあいいや。うん、ていうかもう、僕そう、そのために U-NEXT ちょっと一回入って、U-NEXT で。U-NEXT に入ってんだ。で、U-NEXT 僕これ宣伝してんのか、うん、U-NEXT 落としてんのか分かんないですけど、今なら、1ヶ月間無料でなんかその600ポイントもらえるんですよ。それで僕は見ました。うん。うん、僕、U-NEXT 入ってるわ。ちなみに、これ、はい、短編がいくつ入ってるのかな。結構、5、6本?6本ですね。はい。で、半分ぐらいはね、あ、これなかなか面白いっていうのがあるんで、ハルキさんもともと長編もいいんだけど、短編うまいんだよね。うまいっすね。あの不思議なトーンとか、うん、ちょっとわけのわからなさみたいなのは、長編だとどんどんわからなくなってよくなるんだけど、そう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 、短編ではその謎加減がちょうどいいの。あ、だから、ちょっと村上春樹苦手とか、なんかいきなり長編は荷が重いっていう人はいいかもしれないですね。なので、今ね、映画になって話題にもなっているし、この、女の男たち、これ単行本ですけど、うん、文庫本にはもうとっくになっているので、うんうん、どうかな、文芸新人から出ています、うん、女の男たちでした。僕はでも割とハルキさん好きなんだよね。そのドライブマイカーと一緒に入って昨日もいいですよね。昨日もいいね。昨日は昔読書会でやったので、ね、うん、そう最高ですよね、うん、昨日はちょっとファンタジーっぽいんだけど、ドライブマイカーにずっと、うんうんうん、もう面白いです、はい、ということでおすすめの一冊でした。はい、ありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。はい、おやすみなさい。